はい、じゃあ本日はこれからバストランに行っていきたいと思います。バストランとはバンコクをバスで見渡しながらバスの中で食事をするプログラムです。こちら今現在受付バストランに来ております。バストランは全部で2時間の行程です。バスの中で食事楽しみながらバンコクを見て回るというツアーになってます。どんな食事内容なのか、そこから見える景色など細かくお伝えしていこうと思いますので、どうぞお楽しみください。それでは行きましょう。まずはじめにウェルカムドリンクをもらいました。ライチジュースですかね。お酒だったら嬉しかったんですけど、スナックもらいました。バーベキュー味美味しい。あと25分ほど、出発が6時ということなので、まあ、あと25分ほど待ちたいと思います。着々と準備してくれております。それでは早速乗り込んでいきたいと思います。サディカン、オッケー。まず座って思うのはめちゃくちゃ座り心地がいい。すごいふかふか。これは2時間座っててももし痛くならないだろうっていう。いいっす。もう早速嬉しいとか。どうやらこの席は当たりらしいです。ドライバーさんの別の側がどうやらいい景色が見えるらしい。楽しみにしたいと思います。ジャズが始まりました。それをやってくれるそうです。
しい。緑のソースは何だろう、アボカドソースか、まあ、フレンチソースに近いと思う。すごいもっちもち。現在バスはチャイナタウンを越えて次の方に進もうというところです。チャイナタウンはやっぱりいつでも道路が混雑してる。ようやく抜けたところなのでだいぶ進みも快調になってきてます。後ろに見える川をずっと行ったところに、ナイトマーケットがあるそうです。外だけなんですけど、普段はこんなライトアップなんかしてなかったので、もしかしたら年末仕様なのかなっていうふうに思います。されております。このバストラは1日4回あります。このガイドブックによりますと、ランチの部とアフタヌーンティーの部、ディナーの部、そしてナイトライフの部の4回あるそうで、僕が参加しているのは6時からのディナーの部になります。ただいま通過したところがカオサンロードです。相変わらずのすごい人の量でした。
後ろに見えますのがグランドパレスになります。まあ本当最も有名な観光場所になるんじゃないかなと思います。確か僕は以前グランドパレス行ったことがあります。でその時は半ズボンで入ったんですよ。でまあ知っての通り半ズボンやタンクトップってダメなんですね、肌の露出が多いものは。なので僕はここで初めてタイパンツを買いました。そんな思い出があります。そういう、グランドパレスが後ろに見えます。最後は大ぶりのサーモンです。タイ政府のお役所で、あそこに見えますのがガネーシャ様がいるところでございます。後ろに見えるガネーシャのところで僕は前回ご案内させてもらいました。スター店舗ですが、もう僕は何回、3回か4回ぐらい来たことあります。まあ、この近く、この周りが全体的に、タイのオールドシティでして、ここはその日本でいう京都
もらえます。タイのデザートといえばあのカオニアマモアが出てくるそうです。最後のデザートカオニアマモアが出ました。マンゴーに青色のライス、青色はちょっと通常と異なるかなって思います。いつもは屋台とかで食べるカオニアマンマンは、まあ、美味しいんですけど、僕はちょっと甘すぎていつも一口二口で諦めちゃうんですね、食べるの。でもこれはここのカオニアマンマンは甘すぎです。結構スイスイ食べれちゃいそうです。もう、終盤です。終わりそうなところまで来ました。早くてもう本当に2時間ぐらい経ちます。本当あっという間で、まあ、ずっと後ろで、まあ、ジャズも弾いてくれていて、なんか終始落ち着いた雰囲気でお食事ができる。まあもうね、見慣れた景色にはなっちゃってるんですけど、それでも食事しながらだとやっぱいつもよりもなんか一段と綺麗だなって思うし、まあ、やっぱこの2階からの景色っていうのは、まあ、それもまた新鮮でした。まあ、やっぱりお昼時よりはこの夜の時間帯の方がいいんじゃないかなと、おすすめかなと僕的には思います。もうそろそろ終わりです。はい、バスの電気もついて最後のアナウンスが流れてます。スタート地点に戻ってきました。あともうすごい満足した気持ちです。本当これをね、予約してくれたのはポニーなので、本当に僕はいつも一番感謝します。ありがとう、ありがとう。本当にすごいいい経験できました。もちろんタイが初めての人も、何回も来たことあるよっていう人も、みんな楽しめると思います。実際僕はもうタイ10回ぐらい来てますけど、やっぱり何回見ても輝く寺、ゴールドに輝く寺とかはやっぱり綺麗だから、やっぱりすごい楽しいひとときでした。そういうわけでこれがバッソロになります。ぜひぜひ皆さんも経験してみてください。そういうことでバス降りたいと思います。バス降りた後もスタッフの方めちゃくちゃ親切でした。写真をみんな撮ってくれて、もう本当に撮りますよ撮りますよ撮りますよって感じで、チェックチェックプリーズチェックプリーズ、オーケーオーケーかオーケーオーケーマイってめちゃくちゃ親切。もちろんツアーの最中も最高のおもてなしをしていただきました。本当ぜひぜひ皆さんも経験してみてください。
おすすめでございます。というわけで、本日はタイのバスツアーバストロンをご紹介いたしました。本当にいい経験でした。まあ、なかなか、バス2階からタイの景色を見るということもないですし、食事をしながら見るという機会もまたないので、本当に貴重な体験でした。ぜひおすすめです。バストロン、トライしてみてください。このチャンネルではタイで僕がどのように普段仕入れをしているのか、またどのような生活を送っているのか、タイに何回も来ている僕だからこそ伝えられる情報というのがあると思います。面白いなと思ったり、もっとタイについて知りたいって思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。どんどん動画投稿していこうと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。それではバイバーイ。